大山積神社は、伊勢神宮高台神宮の所管者。内宮の宮駅内、宇治橋東詰から東に進むと、栄市見張所があり、見張所付近に小安神社と並び鎮座する。三重県伊勢市宇治間町の伊勢神宮内宮境内に鎮座する。上地山の山裾にある。内宮の所管者30社のうち、第29位である。旧称を山の神社といい。 神宮式年仙宮の最初の祭儀である、山口祭はこの神社で再興されていたとされる。その後、おそま山の移動に伴い、山口祭りの祭場が移動し、大山住神社に捧げられることはなくなった。社殿は玉垣に囲まれている。伊勢神宮の拙者、末者、所管者には通、通例、祭銭箱は置かれていないが、大山住神社には、祭銭箱が置かれている。 社殿の手前には花の形をした蝶子鉢がある。その手前にあるのが小安神社、その奥にあるのが大山積神社。祭神は大山積神。イザなぎの命、イザナミの命の子であり、山の守護神とされる。創建は不詳。ただし、演儀式神明朝及び演略儀式朝に記載がないことから、古代には存在しなかったと推察される。 明治5年6月、教部省は、両古書に、記載のない神社を一律に、神宮所管から外し、渡来県及び、三重県管轄に移行したため、大山住神社も、神宮所管から離れることとなった。県の所管に移行した、大山住神社は1879年以降、地元、宇治艦町のうぶすながみとなった。一方の神宮側では、内宮区域にある、 大山住神社と下空空域にある赤根社を神宮の所管に復帰すべく神社局と内々に接衝を開始した。これは両社が深淵の中央付近にあり神宮にとって重要な場所であることと紅白の登りや傷んだ鳥居などが林立する光景が深淵の景観を損ねているという理由からであった。赤根社のう子は神宮復帰を拒否したが 大山純神社の氏子は1900年に自ら、神宮に、神宮書館への復帰を願い出た。この願いが受け入れられ、大山純神社とその境内社の小安神社及び、両社の社地174を、壺が1900年、内宮に編入された。1924年3月に作り替えられた。ありがとうございます。